あ、なんかついてる。なんかついてる。なんかすごい低いやけど。めっちゃ低いやけど。え？そっちも？こっちもっとすごい低いやけど。多分そっちの方がすごい低いやと思う。馬面はぎやん。ええやん。全然上がらへん。馬面はぎ。待って待って、あかんって。無理すんな。ねえ、前がもつれない。はいはいはい。ちゃん。あれ？お祭りやね。あ、お祭りや。お祭りって何？あ、誰よ。エレン残念、大きいと思ったのに。餌前田くんにつけてもらいなさい。あ、早く前田。楽しい。楽しい。来たエレン。エレンも来た。わからん。ちょっとピンって合わせたらいいの。来たなって思ったら、つついてるって思ったら一回行く。そしたら鍵は鍵が動くから。これで、ね、結構でかいんちゃう。何メーターか分からへんな。糸の、うん、糸の色で見とかんとあかん。まだまだ。馬面おいしいやん。お、でかい。いいな。デブデブ。木もパンパンやん。もうパン。頑張れエレン。ゆっくり出て、ゆっくりゆっくり。あ、かかってる。どれどれ。タイヤ。あ、ほんまや。ちゃうわ、もっと立ててさお。やった、エレン釣れました。イエーイ。左手が痛い。釣れた、釣れた。エレン早いな。これ1個の色で 10m かな。1個は 10m。 あ、そうやな、色は 10m。 最後何色、これ覚えてる？最後、うん、この色が変わってきた、この色。イワシオレンジ。何色かな。お、かかってるかかってる。魚おるわ。見てる、見てる、見てる。あ、ちっちゃいタイヤ。お、タイちゃう。お、タイちゃう。あ、ベラや、ベラや。ベラか。もういろんな種類釣れんな。ベラ、今度ベラ。今バーなんかな。何それ、うわすごい。ねえ、なんかいろんなんがおる。すげえ、メグすげえ。ちっちゃいな。なんかやめろ。あの、水圧がかかって内臓を押し上げられちゃう。前田くん、頑張れ、落ちろ。落ちろ、落ちろ。だったら落ちるわ。頑張れ。ついてます。あげてあげて。何これ、なんかよくわからん。おじちゃん、おばちゃん。天ぷらで食べたら美味しいやつやで、多分。メグが釣れた、あ、シュウちゃん釣れた。あんまり海の方やったらそうで怖いわ、これ。大丈夫、落としたら泳いで取った。絶対無理、60m で。あ、ちょっとメグ立ってみて。座れな、うん、おっ、上上げて。なんやそれ。なんやろ、下下げた。イエーイ。何が釣れた？まだまだ。まだ、あともうちょっと青い線が見えてきたら、もうすぐ。お、あ、お、ええやん、カサゴや。カサゴ。ええ、カサゴや。メイクマジでずるい。腕が死ぬ。腕が。取った？取った。取ったっていうか、まあ。エレン釣ったで。これはサンマですか？サンマ。サンマじゃない。サバ、サバ、サバ、つけるし。あ、ごめん、ちょっと待って。お、来てる来てる。ちょっと待って、ちょっと待って。エレン、落とし、落として早々にヒット。勝負。頑張れ。金魚来た、金魚。でも、何も釣れなかったら、忘れちゃう。
さあサイズ勝負。なやろ。アクションちゃん、釣ってって遅いって。ちょっと待ってよ。マー君が遅いって言ったよ。赤さっき切れたからな。慎重に。お。えらい、これで釣ってんからな。カワハギだ。ちっちゃいカワハギだ。うわー、いいな。カワハギ。マスちゃん負けだ。カワハギ。マスちゃん負けた。海に落ちたらよかったのに、もう最高のやつ。早く。あ、しかも本ちゃんのカワハギ。取れって。ウマヅラじゃないで、あのカワハギの方ちっちゃいけど。大きさ勝負。中国両戦や。ということで楽しく釣りをしてきました。マダイの大きいのが釣れたらよかったんですけれども、僕は小さいメイチダイっていうタイかなとカワハギだけ釣りました。あとなんか小さいよくわからない小魚が何匹かで、今日はウマヅラハギをもらってきたんで食べようと思います。あ、落ちた。このよくわからない小魚は開いてみて小麦粉を打って唐揚げにしようと思います。よいよい。せということでですね、いただいたウマヅラハギで鍋を作りました。タイは残念ながら釣れなかったんで、今日は焼酎で乾杯。多分クラカケトラギス的な感じと、これはなんか金魚と、あとこれはベラかな。これはね、多分なんかよくわからないやつ。多分やってんエソっぽかってんけどな。うん、白身ですごい美味しいです。これはよくわからない金魚です。すごい可愛かったやつ。うん、これはなんで。それね、ベラ。おつまみにね、ちょうどいい。そうそう、この僕はこの赤いところがすごい好き。ということで、よくわからない魚の唐揚げと、ウマヅラハギの鍋でした。